マスディビでーす。はい、今日はですね、また簡単レシピを行っていきたいと思いまーす。はい、で今日はですね、まだ寒いじゃないですか。ですんでね、あったかいものを作りたいなと思って、あったかいと言ったら、沖縄と言ったらサーターアンダギーということでね、あったかいのと関係なくなっちゃったかもしれないんですけど、今日はね、サーターアンダギー、合ってますかね、この発音で。こちらを作っていきたいと思います。結構簡単に作れるようです。材料がこちら。では実際に作っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。で、まず最初にこちらの卵をね、ボウルに割ります。はい、でこの卵をね、しっかり溶きましょう。で、卵を溶いたら次はこちらのね、黒糖 80g を入れます。これは普通にスーパーに売ってますね。黒糖だったんですね、このサーターアンダギーの色はね。ココアみたいで、こちらにサラダ油小さじ1杯入れましょう。で、さらに混ぜます。サラダ油入れるとどういう効果があるんでしょうか。で、こちらに薄力粉 160g とベーキングパウダー小さじ3分の2を入れます。小さじ3分の2って難しいですよね。で、これをね、しっかり混ぜていきましょう。すごい、混ぜるの難しそうだな、これ大変そうだ。こんな感じでなんかボロボロになりました。で、このようにしっかり混ざったら、これをピンポン玉の大きさに丸めていきます。サラダ油をつけとくと丸めやすいらしいですよ。ピンポン玉っていうとどんぐらいだ、こんぐらいか、ちょっとでかいね、これね、ちょっとでかい。ピンポン玉ってさ、人それぞれイメージが違うよね。まあ、こんぐらいかな。はい、このぐらいの大きさに丸めていきます。この手のテカリをさ、見るとさ、油谷さんを思い出すんだよね。多分ね、分かる人いないと思いますけど、油谷さんね。じゃじゃーん、ということでね、全部丸めました。結構なね、量できましたね。これを油で揚げていきます。油はですね、160度前後で揚げていくんですけど、こういう菜箸をこういう風に置いて、菜箸の先からこうブクブク出るぐらいが160度ということです。では揚げていきましょう。ポン、ちょっと大きかったかな、これ。まあでもひっくり返せばちゃんと揚げることできますよね。はい、コロ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 やればね、全体的にこうやっていきたいと思います。まあゆっくり揚げるって書いてあったんで、まあこれでも大丈夫なのかなとは思うんですけど、なんか肉団子みたいに見えますね。なんかだんだんこう焼けてきて、たこ焼きっぽくなってきました。で、揚げ加減なんですけど、こういう風にね、ちょっと割れ目が出てきたらいいそうなんですけど、多分ね、もう少し油で熱すると、この割れ目がもっと出てくると思うんで、それで完成になります。ということで、このように揚げてサーターアンダギー完成です。はい、これを取っていきます。じゃじゃーん、ということでこのようにサーターアンダギー完成いたしました。結構ね、しっかり作れました。沖縄県民の方が見てくださったらどうなんでしょうか。これサーターアンダギーと言えるのでしょうか。で、中をしっかり割ると、このようにしっかり焼けてますね。いや、美味しそうだな。はい、ではいただきたいと思います。ではこちら完成したサーターアンダギー食べてみたいと思います。いただきます。うん、うまい。黒糖の甘さが非常に優しい。うまっ。なんか修学旅行で行った沖縄思い出しますね。うまい、マジで。なんかサクサクともちもちがね、こう融合したサーターアンダギーになってます。で、皆さん一点だけ気をつけていただきたいのが、僕ね、今作った中で一番大きいやつをパカッて開けたら、中までね、まだ火が通ってないのがあったんで、少し小さめに作るか、油をもっと低温にしてじっくり油で揚げていった方が、より安全なサーターアンダギーが作れると思います。はい、実は最近ね、ちょっと太ったって言われたから、糖分ね、ご飯とか取らないようにしてたんですけど、久しぶりに取ってしまいました。美味しすぎます。まあ、取った罰として、これからね、またジムに行って走っていきたいんですけど、いや、うまい。ラスト1個だけ食べたいと思います。これを他はあげよう、誰かに。うまい。はい、ということで今日はですね、サーターアンダギー作っていきました。非常にね、美味しく、しかも簡単でした。ぜひ、皆さんもやってみてください。得点はと言いますと、100点です。本当に美味しい。で、材料も少ないし、簡単。うん。
最高でした。ぜひやってみてください。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。他のねレシピもいろいろ作ってるんで、よかったらご覧いただけたらと思います。以上、マースオ TV でした。バイバーイ。